どうもテアクです。今日もミンゴルやっていきましょう。現在のレート2461で787ということで、前回の動画、4勝1敗という素晴らしい成績だったんですよ。なので、この勢いでこの動画も、まあ、それぐらいの勝率で勝っていきたいなと思います。リンゴちゃん、どっちだろうな。愛の騎士、どっちだろう。男性なのかな。ガーフォー、ジャックポット雨。さあ始めましょう。相手が先、24だったな。ちょうちゃん持ち、チャンス、どうも飛ばしてなんぼかな。この感じ、ナイスショット。いいわね。125。初戦は勝ちたいけど、なんかそんなイメージもないかな今は。どうしようかな。ナイスショット。うわいいですね。相手は決めるかな。つけるんだったらほぼ勝ち。手半、なるほど。低反発、ナイスショット。どう？初戦は勝ちましょう。さっきやったからね。さっき、なんかねいい感じだった今。なんかいい感じだった今。オッケー。うん。慣れてきたんだろうな本当に。同じコースばっかだし、合わせるのが分かってきたのか。うん、790。とりあえず500位突破はしたいと思ってるんだよね。次の対戦相手の方、ソウセイさん、アケミさん、2413。レッツゴー。男性かな。2413ならどうだろう。ジャクポ。まあこれは平等ですね。平等というか平等ではないけど、祝福でいいか。この辺かな。まあ、いいですね。できるだけ
相手に二打目を先に打たせる戦略ですね。363なら、まあそん、あーまあどうだろうな、バウンドがつけばっていうのはあるけど、とりあえず今のところ勝率は自分の方がある気がする。この時点で。ナイスショットです。いいですね。どうする？どうなる？おお、相手が先、霊峰2で決めるか。決められたらもう負けだな。2-4でしたよね。決まるかどうか。まだ入ってないですかね。これまだ入ってないんですよ。残り20秒。ああ、なるほど、上になってるな。ナイスショットです。ナイスオスか。入るかもしれない。バサった。バサったな、不運だなと思う。入らない。うわー、やばい。困ったね。ダメ。入らなかった。いかんわ。これ第2戦から崩れるんだよな、こういうので。分かってるんだよ。よっ、はい。無駄に負けてしまった。無駄に負けてしまったよ。やっていこう。誰にしよう。TH49とマサミと、レッツゴー。ガーフォーノーザン。さあ行きましょう。よし、祝砲でいいんだっけ。祝砲じゃないのか。これ場所が悪いのか。困ったな。ギリギリ。うわ、最悪。マジ。始めます。マジか。
そう、今もう心折れそうだ。ナイスショットです。 3.3m はワンチャンある。おー、2365。3.3m、 あーそうか、でもあれか、普通に考えて決めなきゃ負けんのか。普通に考えて決めなきゃ負けるんだった。これしかもう方法がない。弱い。いやー厳しい。あー負けだね。負けかな。1894。行きましょう。あー負けだね。負けだな。さっきの決めてればどうだったかって感じ。うん、勝ってたかもしれない。はい、うん、お、まあそこから決めるのかなり無理筋だわ。いや初戦は良かったけどね。1勝2敗。児童さん2502。パリスロ、パリスロ最初打ちたくないね。はい、さあ行きましょう。霊砲打つしかないか。一応ファラオ練習は前回やったので、ファラオ練習やったから大丈夫だと思うけど、さっきもいいとこ行ったし。入んないな。ここ入ってると思いますか。あー入ってない。あら、いいですね。さあ始めましょう。あら、霊砲で打つ必要ある。あーそうか、もう霊砲使っちゃったんだ、さっき。どうしようかな。何を打つか。ただ次打つのはチャンスしかない。それ入ってないんだよな。
どっちが遠いかだな。相手が遠い方がいいけど、あ、なるほど、 8.5m 8.5m か。おー、じゃあ拡大でいこう。ナイスショット。うん、とりあえず2勝、最低限ですね、これは。バーディーチャンスよ。あら、一応狙う、練習がてら狙うみたいな。クルーパーもできますね。なるほど。あら、バーディーじゃない。よし、やっと勝ったって感じ。2勝2敗やったー。お、では続けてやっていきましょう。誰にしよう。うん、対戦相手の方、ジェフさん、2181。レッツゴー。2181だけど80だから、まあいろいろ考えますね。ファラガーで最初かな、自分最初かな。いつもの最初かな、いつものっていうか、始めます。そんなことはない。相手祝砲、祝砲で超381。まあ376の方が飛びそうだけど、376の底。ナイスショットです。2181なんですよね。04。2打目入ると思うか入らないと思うか。行きましょう。おー、こんな感じなんだ。結局はどうしようかな。チョーパーは同じか。2打目を打ちたくないっていうのはすごくある。うん、だからチャンショで、多分相手は2打目入らないという、まあその想像、いいですね。相手は2打目入らないだろうという想像で、ちょっと別のプランでいく。低反発、決めてもいいけどね。
ここ。相手は2打目入らないだろうという想像でつける。ダメかな、やり方まずったかな。霊峰、つまりその距離の問題で、ここでたとえ霊峰でつけたとしても自分よりもポイントは高くならないという、そういうこう思惑があるんですけど、どうでしょうか。ナイスショットです。どうかな。2570。勝ちですね。しかも相手これを外す可能性もある。よし、これは決めてきた。バーディーです。やっぱね、先打ちはやっぱ美味しい。もう美味しすぎる。相手が先打ちなのはやっぱり、はい、先制だ。ゴールド690と。じゃあ続けてやっていきましょう。誰にしようかな。もっとこう手前から打ってもよかったね。そういうことなら、ゆきさん2511。レッツゴー。パー5。ノーザンの風。さあ、行きましょう。あーって感じ。今持ってるその装備、今つけてる装備は、なんていうか、ここのコースには対応してないんですよ。あの風がね、向かい風だった場合もうどうしようもないんですよ。届かないので、だからまあほぼ負けかなって感じなんですが、どうしようかな。霊峰、相手は防寒対策はしている。ただヘッドホンつけてるので、まあ普通に、なんだろう、いいですね、ナメクだと思うんですが、 1.25。 さあ行きましょう。届かないんだよね、分かってんだよね。そうであれば低反発か。でもうあれだね、できるだけ近いところで打ちたい。2打目は近いところで打ちたいので、やはりこの辺り、この辺で下。で自分が最初ですね。で2打目は、武士道。2打目は武士道で決める以外勝ちパターンはない。自分にせこちはない。よし、一応入った。
決めよう。可能性はある。うわーくーうわー、いやー今のすげー惜しい。めちゃくちゃ惜しかった。今のはめちゃくちゃ惜しかった。まあ後でなんかもう一回見直そうと思うんですけど、いやちょっと境になってんだね。で右下あたりに落ちてるんですよ。右下あたりに落ちて、でバーをすり抜けてっていう感じ。まあまあ届いてなかったっていうことなんですけど、相手は霊峰でしたか。どうだろうね。弱め弱め。でも霊峰か。これは事故かな。 6.4。 イーグルチャンスだ。うん、なんか相手事故ったみたいですね。やったー。はい、果たしてくれました。今日も頑張りましょう。ということで開けましょう。なんだかんだや、なんだかんだいろいろあったな今回。カチカチカチの負け負け勝ちと4勝2敗ですね。どうなるかとか、どうなることかと思ったけど、まあ4勝2敗はいい感じじゃないでしょうか。どれだっけ。ではボックスの方を解答じゃない開封していきたいと思います。2か。でゴールド。でプラチナ2本。今日も頑張りましょう。で最後開けていきましょう。まあいっか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。少女漫画だよね。よし。ということで、はい。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。